見ました？なんとなく北海道の形をしてるんですよ。ちょっとだけバックしますね。バックしてください。もうちょいもうちょい。もうちょいもうちょいもうちょい。これへん。もうちょいもうちょい。これが一番いいと思う。もう少し。ここがいいと思う。あ、後ろの方が隠れたら、この辺りで OK ですね。はい、どうでしょう。これ北海道みたいでしょ、なんか形が。そしてあの左手を、あ、ごめんなさい、ずっと向こう側の奥の方に細くなっているのが、なんかシルとかハートみたいな。どっちかな、わかんない。でもなんとなくひし形の感じでね。そしてその山の、だんだんやっぱり見えないですね。見えないですね。前傾塔が。うん、あ、半傾塔が見えなくなりました。他の山の向こう陰なんですよ。だからより高いところに行くと、2つ並んで見えるっていうことなんですね。ね、すごいすごい。だんだん見えなくなって。もう一個向こう側だよ。でもこれ冬になるとガッチリで氷を張るんですよ。で雪が積もるんですね。真っ白くになります。はい、一応パンケットこんな風に原始林の中にあるのでね、綺麗に見ていただくことができました。 OK でしょうか。はい、さあ動きます。本当にトロロコフみたいなのが下がってるの見つかりますよ、松に。そうなって探すとなかなか見つからないんですけどもね、ちょっと気づけばぶら下がってるのがあります。でもそれね、リトマス紙に科学に使ってるそうです。今このものが酸性かアルカリ性かって調べるね、リトマス紙、それをこれあの使ってるっていう話を聞いたことがあります。はい、ここが最も高いところです。はい、またさらにね、目に焼き付けていただきたいと思います。ぐるりとかわして下りに入ります。でもこっからのが綺麗だわ。綺麗だわ、色も綺麗だわ。あなたがここにいた。
に立てずに見るんだよ、また。これに外れはない。